お疲れちゃんスラッです。今日はですね、スパーキーを救いたいというわけで、こちらゴブスパフェにもやっていこうかなと思います。さあ、今ですね、こちらのスパーキーが、非常にねかわいそうな状況下にありましてですね、もうゴミオブゴミとなってます。というのもね、この文句で反射されてしまう自分がね、溜めて一発届いたはずの弾が自分に来てしまうと、自分の弾がダメージ受けてしまうというね、非常にかわいそうな状況になってますので、スパーキーがね反射されて帰ってくるのを自分の文句も利用してね、さらに反射させてね、突破していこうというね、ちょっともう気合で今日頑張っていこうかなと思います。マジでさっき調べたんですけども、世界のトップ200に、スパーキー使いゼロです。はい、今世界200人いないという非常に事件ですね。まあフェニモンは多分もう180人ぐらいいるんじゃないですかっていうぐらい、まあフェニックスとかはねたくさんいるんですけども、いないのでスパーキーで今日頑張っていこうかなと。マジでボーラーとかファルチェとかのああいうのも反射されても、この文句で反射し返せるんですよね。そう、それはこのまあ文句のまあいい部分というか、ちょっと面白い部分でもあると思うので、反射されたのは反射し返そうと思います。まあ、そんな都合よくうまくいくのかっていう話なんですけども、いきません。はい、しかもなんなら相手枯渇なので普通にちょっと嫌だっていう、ただただ普通に嫌なのを引いたっすね。まあまあ無理せずいきますか、この辺もね。よいしょ、お、これ入りそうだな。でかっ、反射とかどうでもよかったマジで反射とは何って感じで、さあ、まあザッピー頑張ってもらって、まあ今のゴブシャイとかで受けてもよかったけどね。さあ、なんか今回の相手のデッキが、まあ、バレバレ枯渇のスケキン型っていうので、まあ、めちゃんこ枯渇してるんで、ちょっと気ぃつけていかなきゃ危ないですね。なんかもうワンパンされちゃいそう。まあ、こういうのめっちゃきついですね、このデッキだと。それだけども、だけどで突破する方法はマジで文句かな。文句で吹き矢も処理できるし、まあインフェの時間も稼げるしみたいな感じで、マジで気合で頑張れないこともなさそうって感じですね。まあ、これつけるだけで相手ちょっと辛いみたいな。吹き矢とかぶれば美味しかった。まあ、ザップってフェニックス延命とかもあったけど、ちょっとほどほどにね、多分ボコボコにいかれちゃうんでね、枯渇は。いや、でもこの形がちょっと強そう。文句先行の硬いんでね。よいしょ。おや、めっちゃいい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 。めっちゃいい、頑張ってるぞ。いや、スケルトンが多いな。いや、でも、いける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 、マジで。頑張れ、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 頑張れ。さあさあさあ、ここは、フェニモンの力で突破していく。よし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 。めっちゃいい、その、逆バレル。ね。まあまあ。こんな感じでね。で、まあバレバレだと基本ロケットはないので、これ逆いったらちょっと渋みっすけど、ゴブジャイで釣れるかな。え、ロケットあったんだけどまさかの、まさかのロケットがあるっていう緊急事態です。あんまり防衛でザップは使いたくないけど、なんとかなりそうな香りもしてる。ちょっとロケット誘っちゃおうぜ。お、新しいマジで新しいぞ今の。マジで何がどうなってるか分かんないけど、ワンチャンありそうなのは分かる。
よいしょ。あるぞあるぞ。ふふふ。でかすぎ。さあこれが新時代の、スパーキーという呼んでもいいのかな。一応スパーキーデッキですと、はい、ちょっともうすぐね展開というわけで、あと 1,2,3,4 勝ぐらいか、4勝5勝。いやまあぶっちゃけ今のはもうスパーキーなんかしたっけっていう感じなんですけども、まあ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 、マジでこのフェニモンの力とかもなければスパーキーであんなバレバレ勝てるわけがないんでね。さあよろしく。さあまあさっきの相手が文句いなかったんであれですけど、ちょっと文句いたらね、自分のスパーキーに対してしっかり文句を当てて反射されても反射し返したい。でこれザッピー入れてるのは相手のフェニックスに対して有効なんですよね。そうエレキとかメガコだとボッコボコにされちゃうと思うんでザッピー入れてます。でヒースピの枠は、まあ、ダクプリとかミニピとか、まあ、そういうのにしてもいいのかなとは思ったんですけども、まあなんかヒースピでいいかなっていう。フェニモンの力を借りたい、ただそれだけです。はい、おーポイズン芝打ちからのフェニックスがちょっとなんか嫌っすね。おーなんかわかんないです。早く飛んでヒースピー、何してんだ。あでも卵がこれ起き上がれれば熱いが、あー無理か。ポイズンのエリババか。なんか人気デッキみたいな。ちょっと珍しいっすよね。ザップとか。さあ、泣いてる。しまじろう。まだ芝っぽいから。ああ、さすがに。さあ、フェニック。フェニックス神器とかなのかな。いやポイズンっていう選択肢がちょっとレア、レアというかなんか相手のデッキ構成的にやべえな。これちょっと暇だな。ポイズン打たれちゃう。いやそうだよね、そりゃそうだ。これは言って良さそう。文句いないし。やべえ跳ね返される。やべえ。あー失敗した。やべえやべえやべえ。全然反射を反射させるとか言って。ゴリゴリ反射されてた俺が。よいしょ。さてはこのシンプルプッパでいい。さあマジでマジで反射できんかったな。ちょっと待って、タイミングね、タイミングがタイミングがむずいが、普通になんかゴブスパフェニモン、まあ、ゴブフェニモンの前に文句をつけとくだけで強かったね。うん。ただただスパーキーいらねえかもしんねえな、このデッキもしかしたらね。さあスパーキー反射させたいっすね。マジ反射を反射させていきたい。一発なんか大事故起きそうっすもんね。やっぱ文句で絶対反射できると思ってるから。さあどうしよう。めっちゃ1コス高回転アイスピュット、まあディガポイかな。あれ全然違った。 2.6 オブですからな。さあノックバックもしてもらって、これマスケとかで受けれないからね相手。さあバルキリーからヒースピ添えて鬱陶誘って、パルチェー、おい、まあ角度がうまいね。パルチェのタワーに入らない位置に。でもファルチホグなんだけど。めっちゃ珍しくない？で、ロキあるわ。え？熱い里は。逆に。反射できるよ。誘って。
なんか組むだけきつそうじゃね。まだバルキリー来る。だからそこをこのフェニックスレイジでチンパンで突破できそう。イースピが飛んで、アーリアンマン強っ。やばくね。マジマジでスパイキーお前はいらん。すまん。救う予定がマジで君のいらなさをねより物語ってしまう、証明してしまう。マジでこのスパーキーの枠多分エリポンとかにした方が強いで今んとこ。まあでも面白いのはワンチャン手がまだ諦めてなかったらこれを跳ね返せます。はいポーン。いや諦めとるやないか。え、いやめっちゃタイミングうまいだけだった。あれ、いや、おや、何これ、何これ、どういうこと。マジでどういうこと。文句がストップしすぎて空振った。諦めてはいたのか、相手がわざと外したのか。さあいろいろと意味はわからないが、まあまあまあフェニモンのおかげで今までこういう勝てなかったのにもう勝てるよと。そう考えたやつ。圧倒的フェニモンゲーが証明されていく。ちょ一度ぐらいは反射させてください。多分ねスパーキーをパッパ出した方がいいですね。そしたら相手もおお餌やんつって文句出してくると思うので、そこを餌はお前やぞっていう反射させていきたい。マジで26やね。マジで 26? そんなことある。おーめちゃくちゃ煽ってくる。バカがいるぞこれ。お前だってこれどうせ大砲マスケで守れるとか思ってんだろ。こっちには文句様がいいんだろ。あ文句お前バカか、何やってんの。あバカだ。あほれー、さあファイボーを跳ね返して一発ぶちかましてく。やっぱまあスパーキーにはねあのウッドとかファイボーとか来るから文句で反射しまくれば相手も泣いちゃうっすね今みたいに。さすがに煽り中はな、正当防衛としてやっていけるっすよね。ちょ一旦アピールしとこうぜ。あー気持ちいいやないか。まあ受けはうまいねやっぱ。いやうまいね。ああ頑張ってる。いやうまいね。ああ一発ないか。さあうまい。煽られちまうマジで。2発まあ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 、まあ、結局スパーキーはね2倍タイムから。まあでもケツスパに対して 2.6 号が5防衛をしてくるんで、これ熱いな。もし文句で反射させて強い。マジ文句が強い。よし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 。しかもあれ文句圏内ぐらいじゃね。にょんっつって、まあ、ファイブクズルしてくるか。おー逆ちょっと新しいな。うまい。うまいが、ゴブジェが入りそう。おいおめでとう。あなたは選ばれました。私の餌に。さあ、全然跳ね返せません。てか、相手に文句がいる率が意外と低い。ここに来て。展開行けばね、もっと文句も増えんのかな。なんか意外とマッチングはするんですけどね。今日に限って。おー、熱い、これは。端前文句来るぞ。てか、端前文句に反射しても、文句に対しての、ちょっとダメージ与えるだけだからな。そう、低めで来てくれたのを、来た。
反射自体ユニット他にも相手ついてこないかな。さあ反射して、え待って、疑惑の、ちょっと待ってよ、反射さ今したよね、一応反射したんだよね、反射したんだけど、あのスパーキーがちょっと前にいたことによって行かれたっすね。いやめっちゃ微妙に反射したっすよ。反射したけどな、したんだけどしてないみたいなのがあったね今。いやーちょっと怪しかったな今の。もう一回やろう。うん。あ、だから鳥がいる。よし、文句の前に行かなければいいんだよ、スパーキーが。来た。お、これタワーにまで入りそう。おお、すごい。キモい、キモい。おお。マジで。できました。はい。俺のあの、ノルマは達成されました、今ここで。なんか思ったより微妙でしたね。完全に微妙だったな。もっと美しいもんだと思ってた。不意打ちでこうやっぱね決めれないとダメなんだったなっていう感じでしたね今。ものすごく、まあ一旦勝つことにあのフォーカスをね当てますか。うん、スパキいるかな。相手はね意外とスパキの受けがそこまで強くはないんですよ。文句のスキル使い終わった後はちょっと良さそう。ボムも跳ね返せるぞ。跳ね返せねえな全然。いやーいい防衛してんな。おっフェニックスレイジ来た。さあ文句を使った後のスパーキー、そしてフェニックスです。勝因はフェニックスです。さあ文句の反射を反射することには成功しましたが、ユニットが周りにいなさすぎてあまり意味がないというこの非常に残念な結末。ワンチャンねえかな。相手のユニットごっちゃごちゃで、めちゃくちゃいて。いや、マジでこれ、どうしよう。暇だな。なんかこれっぽいね。まあ、大型的な。さあ。まあでもこの、やっぱ、なんかフェニックスって、レイジとかヒースピと相性がいいんですよ。って考えたら、スパーキーのね、この方とはすごい相性がいいんですけどね。スパーキーとは合わない。スパーキーの周りとはすごいいい感じにはなる。おー、ボーリーくん。あー、スケフリーとかなのかな。あー、マイグネス。全然違った。あ、でもザッピーもいるしさ、結構相性悪くなっと。てか、文句強。ぶん殴ってるよ、エリジャイ。マジ。エリジャイぶん殴り放題してる。さあで遅れてだと相手のライトニングは当たりませんって言おうとしたらドンピシャに当たりました。はい。あ、でもヒースピーは飛べる。あー強っ。いや今回に限っては
あのスパーキーめっちゃ強いです。はい、相手がエリジャイなので、しかもやっぱエリジャイにはねフェニックスは入ってても、モンクが入ってることって結構少ないので、もうボッコボコのギッテギタのドッケドケですね。さあ諦めたかな、なんかザッピーもモンクも諦めてねえわ。スパーキーに強いんですよ。スパーキーじゃねえ、エリジャイか。そうなので、まあ、ここは、いや、相手のドラゴンでも嫌だな。てか、ライトニングも嫌っすね。一旦反射もしつつ、全然反射してねえ。あれ？さて、やばい。え、俺がもしかしてフェニックスに行かれる番ですか？一回諦めます。やっぱ無理して守れないのが一番辛いんだよ。これベビドラも反射できるんですよね一応。ベビドラの反射なんかおもろいっすね。いやー、しかも卵を帰りてきそう。あれ熱い。よし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 。いや、相性はさすがに悪くないと思うからね。これ前反射の呼吸いけ。ボーラーさあ、ボーラーもベビドラも前反射で、なんなら相手のタワーにダメージ与えてくる。文句偉いなマジ。そしてフェニックスが、いやーでも相手のフェニックス邪魔だな。うん、さあライト削りが来てる。マジここの文句は強いんだけど、相手の受けもうまい。一旦耐えたいが、マジでパーティー状態。反射でダメージ稼いじゃん。ピョーン。おい、危ない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 。まあ、この粘りこそもね、このスパーキーの強みかな。ザッピーとね、さあ文句で耐えて、まあ、ギリギリではありますが下がっていく。でもフェニモン強いんですけど、やっぱ相手のフェニックスも強いから普通にきついね。さあ、というわけでこちらフェニモンスパーキーね、いや使った感じめっちゃ強かったですね。まあスパーキーというかゴブジャイとね相性は良かったものの、まあ文句反射されやすいんでね、スパーキーか、反射されやすいんで、反射されたのをまあ反射できるとまあすごい気持ちいいものの、まあやっぱなかなか難しいよ。というわけで皆さんもぜひねこちらやってみてください。よければチャンネル登録もお願いします。ではお疲れ様でした。